全部壊したよりも、むしろこの中のロジックの中で人間性の拡張の契機を探すというか、そういうような機会を作るということが重要なんじゃないかというのが、まあ、それはまあ一応今の答えとして提出したいと、まあ、バクとしてはありますけれども。今の山内さんの質問、僕は正しく捉えてるかどうかわかんないけど、質問の要点というか、合理性というのは何なのかということを聞いてられるわけですよね。で、今ね、だから合理性、非合理性、両方があるというふうにおっしゃられたけど、そういうときの合理性と非合理性のキャテゴリーというのは何なのか。そうですね。それちょっと。多分、経済学のでは、ただ、まあ、プレスボールに最初にギフトの話をし始めたとき、それから、ベッカーが、神に話したときに、合理性の中に利他性というものを持ち込んできたわけですね。合理的な利他的な合理的な人間という形でもって、必ずしもセルフインタレストでない人間に国の中に出てきた。で、例えば最近の、何だったっけですね、双極割引みたいな、ああいう一見非合理に見えるのも、一応その特殊な行動関数があると、まあ、こんな行動もしますよみたいな、これは非合理だけども、心理的には合理的になっちゃうみたいな、まあ、本当の意味の客観的な合理性を超えて心理合理性みたいなのも、こう、包括しながら、進んできたわけです。で、まあ、社会学の場合には、それと同時にこう、人が個人がちょっと他の人との周りとの関連でもって価値を見るみたいなリレーショナルなものの価値を見るというか、そこがちょっと、まあ、違うんだけども、まあ、ソーシャルキャピタルの問題をどう考えるかというんですけど、ただそれでもやっぱり個人主義的なインディビジュアリズム、マクスウェーバー以外以来のインディビジュアリズムみたいなものはやっぱりかなりミクロで考えるときには中心にあるわけです。で、やっぱり青木先生がおっしゃったように合理性っていうのがそこの中にやっぱりこう、それが全てではないけども、合理性、心理的な合理性も含めて合理性みたいなものを入れていかないとなんかこう説明ができないと。で、今、人間性っていう言葉をおっしゃると、もちろん人間性はすごくあるんですけど、その時にその、まあ、単にマスウェーバーが言ったのは価値合理性、一種のモラルがあって、例えばそういうようなものの価値合理性なのか、これかなりトートロジカルな議論になっちゃうんですけど、そうじゃなくてそういったものも結構社会の中から生まれてきて、モラル自体が内政性を持ってて、で、一つのそういったその制度やら、なんかこういろんな金融業界の中に、その中に生まれてくる人間性とかなんとかっていう場合には、そういった内政性っていうものがあって、そこに生まれてくる人間性っていうのを考えてると思うんですよ。そういったプラクティスを通じて、何らかの形で の価値観が出てくる。で、その価値観っていうのは実は、そこには合理性を持って、合理性と矛盾してるのかとか、本当に非合理なのか、それとも何らか合理性とコンシステントで、絶対合理性で全て説明できないけど、合理的なものと一致するような、矛盾しないような、そういうようなもので補完的にあるのかっていうのは結構重要なもんじゃないかと思うんですよ。で、そこら辺がちょっと聞きたかったなという感じ。またいつか機会があれば、いろいろ議論したりさせていただきたい問題なんですけど、おそらくですね、ちょっと、ジェネラル的に答えちゃうと、ジェネラクションの問いの立て方が違うわけですよね。それで、だから、こう、非常に曖昧に聞こえるわけですね。それで、例えばその合理性といった時に、おそらくそこまで行くと、こう、説明可能性みたいなところなんですね。だと思うんですけど、つまり、こう、一つの、こう、分析のレベルで説明しきれない時に、もう一つのレベルを持ってきて、まあ、説明するという時に、まあ、合理性みたいなものは、分析のレベルで発見されると。いうことだと思うんですけど。でもおそらく、こう、私が、こう、例えば、こう、モースとかマイノスキーに帰って、こう、抽出しようとしているってことは、どうも、こう、分析のレベルの、こう、上げ下げによって発見される説明可能性ではないですね。説明の仕方って言いますかね。説明しないんですよね。だから、非常に、問題のある、もう外から見られるかもしれないんですけれども、私にとって文化人類学の中心にあるというのは、むしろ、この説明のレベルをですね、操作することによって、ある意味で、一つのレベルのところのロジックをレプリケートしないというですね、多分コミットメントが、人類学の基礎にあって、それで、ただ問題はですね、昔から語られてることで人類学っていうのは、
こう、経済、文学批判みたいなのがずっと表立て出てきたところを見ると、そういう、まあ、合理性の枠組みの中で議論を展開してきたんですけど、でもこう、ロジックの形を見ると、むしろ、そういう意味での説明可能性自体、みたいなやり方のモデル自体にこう対抗するような、ある意味で社会科学的でない、説明の仕方というか、ね、人間把握の仕方。むしろこう、説明しきれないものを説明しきれないまま残すことによって、こう人間性の、こう、その少しでのこう拡張といったものを、その捉えていこうというですね、まあ、非常に、まあ、ある意味で、モラル、フィロソフィー的な、こう、ところがあると思うんですね。つまりこう全体といったときに、人類学の全体っていうのは、こう、機能論的な全体ではなくて、ちょっとだけこう、パースペクティブが広がるっていうような全体。つまり、そこでこう、合理性と非合理性というように、こう、その、なんて言いますかね、モデルとして、こう、適用可用なような、こう、モデルを作るという、まあ、科学的なアプローチとはちょっと違う、ものがあるんじゃないかということで、それを、まあ、軸にして、議論をしているので、ちょっと歯がゆう面があると思います。社会学とヒューマニティの接点をどう考えるかという問題になってくる。東京大の鈴木と申します。ですね、ちょっと最初の2人の質問にちょっと、まあ、関連した質問なんですけども、まあ、時間、そのアービトラージュ時間性という論点についてなんですけども、まあ、ヘッジファンドの、その戦略っていうのはいくつかたくさん種類があって、例えば、まあ、アービトラージュもそうですけど、まあ、株式ロングショートですとか、それからグローバルマクロですとか、まあ、イベントドリブンとか、いろんな戦略があるわけですね。でそれぞれの時間性っていうのがあると思うんですけども、その、まあ、アービトラージの、その時間性というところで、その終わりがあるっていうところなんですけども、アービトラージっていうのは基本的にはその、何か、例えば最近アービトラージであれば、その、まあ、ある債券の、が最終的にはこの利益に落ち着くんだけれども、まあ、別の、まあ、機会が開かれて、そこの利率のギャップっていうのは生まれてしまうっていうことが、M&A アビトラージも同じような感じだと思うんですけども、で、そうすると単にそのなんか直線的になんか世界があって終わりが来るというかは、なんかその時間論としては平行世界みたいなもので、なんかある種世界があったら、そこになんか共同的な世界が生まれてしまっていて、でそこにギャップがある。で、それがまた扉が閉じてしまうみたいな、そういう平行世界みたいな時間論に近いような気がするんですね。で、そのインタビューをされて、まあ、質問はまず宮崎さんにそのインタビューをされて、そういうその平行世界論的なものっていうのを感じたかどうかが質問と、それからその神山さんに質問が、ご自身のそのご経験で、その複数の戦略っていうのがあったときに、そのそれぞれの戦略をしているような、そのヘッジファンドとか、まあそのトレーダーの人たちのグループがに、そういうその世界観の違いみたいなのがあったのかっていうのを、まあちょっと知りたいなということです。何か関連質問ありますか？私だったのは非常に端的に、まさにおっしゃる通りのこう平行世界なわけですね。そのアービトラージュのロジック自体も、デリバティブビジネスにしても、こう、平行、並列的なものを、